沖縄の VTuber ねまゆいちゃんと沖縄の DMM かりゆし水族館行ってきたまーい。ただいま、アドバシに来ております。ここはどこですか？ DMM かりゆし水族館。さっきずっと行ったかったよ。ゆいちゃんだけずっとおすすめって言ったから、バリ行きたかったと。映える、とにかく映える。どこと言っても映える。もう映えとおけ。まだこの広さで、かわいい。でかっ。50センチぐらいある。レッドテールキャットフィッシュ。あ、これレッドテールだ。何それ？ヒゲが猫なのかな、どこが猫なのかな。なんか猫がこの魚を好物なの。あ、餌ってこと？あ、そうそう。嘘やけど。上から見える、バリキン。ねえ、これなんも上から見える。映像のチョウチョウ、カリスマのチョウチョウ。逃げる。ワニだ。ワニさ、あの下から撮ったらあの顔が見えないしさ、上から撮ったら顔しか見えない。かわいい。グーかわいい。グーかわいい。いいですね先生。先生素晴らしいね。かわいい。あ、角度分かってますね先生。先生先生先生、もうちょっと、もうちょっといただけますか。そうそう。ねぐらに。あのマネージャーとしていただけますか。これマネージャー。これマネージャーに。ダメですかね。相談は必要ですね。あ、先生が泣いてらっしゃる。泣いてらっダメですか。先生がダメ。先生、ご入水。ダメだ。あ、俺マネージャーが先生探してる。マネージャーが先生探してる。あれ待って、餌やり体験があるの。あげれると、今できますよ。餌だぞ、行くぞ。気づくかな。行きます。じゃあ、おお、寄ってきよる。すげえ。すげえ。あ、綺麗だな。バリ食べよう。美味しそうだね、みんなで。どれが一番美味しそう？いや、でもやっぱ最適にはあの辺かな。豚焼きにすると美味しそうだね。上空を探すのあたり、身が少なさそうだから唐揚げにすると美味しそうなんだけどね。どこでも来るわ。楽しかった。ここすごい。ういちゃん、これ何？かわいそう。おもぐらって言ってよ。いや、もうね、二度と同じ過ちは繰り返さないわね。ういちゃん、だってこれもぐらって言ってよ、かわいそうのこと。なんかね、そうだね、動画で言っちゃったね。言ったんよ。なんていうか、なんか、ビブダメない。あ、ポケモンの？ビブダの全身で見たことないから、なんか、あ、もぐらかなって思って。かわいそうです。寝てるね。寝とる。ちなみに福岡市動植物園っていうところの、まあ、動物園のところにカワウソが近くあって、かわいい。なんか紐をくわえてずっとグリグリグリしてる。すごい、ドグドリュー。名言でした。落ちたわ。落ち着いた。え、しばらく、こっち行くの初めて。行きましょう。オープンしてしばらくまだ経ったんだよ、このエリア。ういちゃんも初体験のゾーン。あ、なんかいいじゃん。おお。これなん？あ、寝てらっしゃい。なんかさ、なんか。こちらはコアリクイっていう小さな種類のアリクイですね。アリクイ。アリじゃないの食べるの。アリも入ってます。アリ食べるので。へえー。
あとは小松菜とかリンゴとかも入ってるスムージーですね。スムージー、おしゃれだね。アリと小松菜のスムージー。不思議な気持ちになるわ。もう食べたんですか？でも食べないです。あ、食べなかった。すごい気分じゃないと食べないので、食べたくないときはずっと眠ってます。いやいいな。かわいい。水槽が見える。ゆず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 。ゆずゆず。シーサーガメよ。かわいいね。かわいいね。え、おっとっとじゃね？おっとっと。ほんとだ。違うわ。こちらの商品は僕の巾着660円。僕の巾着か。かわいいな。欲しいな。ふいちゃんが欲しいそうです。大人の皆さんよろしくお願いします。欲しいな。あ、先生、お召し物のシーサーになられたんですね。まあ、やっぱ世界はね、シーサーで出てるからね。あ、なるほどですね。いやーもうバリ楽しかったね。デージ楽しかった。もうさ DMM カリー水族館だけでも楽しいのに、それをもうヨカトちゃんと会えたのがめっちゃ楽しかった。いや嬉しいわ本当に。ヨカトずっと来たかったんですよ。ウイちゃんがカリー水族館オープンした時からここがいいここがいいってずっと言おったけんね。今日一緒に回れて本当に嬉しかった。いやもうこれでこれでってかヨカトちゃんに見てもらえてすっごい嬉しい。感動したでしょ。いや感動した。あとあの時々挟まるあのコントなんやったんやろうね。コントじゃないよ。普通にしてたヨカトちゃんが突っ込んできただけだもん。いやもうそれが楽しかったですとても。なのでぜひ皆さんにも行ってほしいと思いました。ありがとうございました。ということでこの動画が面白かったり参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。でそして今回一緒に遊んだういちゃんのチャンネルにはういちゃんと一緒に青の洞窟でダイビングした動画が上がっとるのでぜひぜひ見てください。 あとよかとが沖縄行ってきたっち配信したアーカイブもあるけんそちらもチェックしてください。ください。あとこれからよかとちゃんとっても大事な告知。ほら7月3日土曜日の夜8時からバーチャル沖縄でういのライブがあります。おそしてよかとちゃんがゲストで登場しますので
記念した無料の